ミルナのタブーは世界各地の神話や民話に見られるモチーフの一つ。何かをしているところを見てはいけないと禁止が課せられていたにもかかわらず、それを破ってしまったために悲劇的な結果が訪れる、あるいは決して見てはいけないと言われたものを見てしまったために恐ろしい目に遭うというパターンを持ち、ミルナの禁止とも言う。民話の類型としては禁止型とも言う。 ミルナのタブーは、ヘブライ神話、ギリシア神話、日本神話をはじめ、多くの神話体系に見られる。フロイトは、トーテムとタブーにおいて王権がタブーとされることを論じ、このタブーが法や、戒律の基礎をなしとしている。日本の精神科医の北山治は、フロイトの、トーテムとタブーにおける考察を踏まえて、このモチーフについて、精神医学、または、 精神分析的な観点から考察し、ある社会体系に住む、人々の精神構造を根本的に規定していると、みなした。衣類のものと結婚をした人間が、見るのにタブーを犯して、衣類のものの本当の姿を見てしまい、それが原因で離別するという話は、この類型のフランスの伝説に登場するメルュジーヌから、メルシナ型とも呼ばれる。ニュルンベルク年代記に描かれたソドムと、ゴモラ。 破壊される町から脱出するロットと妻子だが、言いつけを破って、後ろを振り向いた妻が塩の柱になり始めている。北山治ミルナの禁止、岩崎学術出版社、1993年。北山治橋本正幸、日本人の現在講談者、講談者現代新書、2009年。メルシナ型の一部は、二人の間の子孫が、 王公の始祖となったという一門の創設神話と結びついている。著者が特に注目しているのはメルジーヌ型のユーラシア的展開と紹介されているフィリップ・バルテール、ユーラシアの女性神話ユーラシア神話主論に中央、大学出版部2021年 ISBN978 から4から805751831、118から121ページ、他を参照。 メルシナ型の典型である。ここから彼女の墓は箸墓と呼ばれるようになった。これが箸墓古墳の由来である。自分のことを誰にも話してはいけないと、雪女から命令されたにもかかわらず、主人公がこれを破ったために離別を招く結果となった点において、見るのののタブーの変形と言える。ありがとうございます。